フランソワ・ジョゼフル・フェーブルは、ナポレオン戦争で活躍した、フランスの軍人、帝国元帥、オーランケン・ルーファで生まれる。父親は、景気兵連隊に所属する平民の軍人。18歳の時に、フランス近衛兵連隊に入隊する。フランス革命が勃発すると共和派であったので士官で、ある貴族が亡命していなくなった軍隊で、昇進していった。彼は、 戦場での数々の勇敢な活躍によって、1794年には将軍に昇進。いくつかの軍団で前衛部隊の指揮を任されて活躍した。エジプト遠征から帰国したナポレオン・ボナパルトと会談するとすぐに魅了され、ブリメール18日のクーデターに積極的に参加。1800年4月1日、元老院議員に指名される。1804年に、 ナポレオンが退官すると、帝国元帥に任命され、レジオンドヌール勲章のグランテーグル賞を受賞した。1807年1月23日、ダンツヒの攻略を命じられる。この攻略作戦は苦難の連続であったが5月19日、これを陥落させることに成功した。この功績から、ダンツヒ公爵の称号を与えられた。しかし、ナポレオンが、 ベスト・ファーレン王国の王に任命しようとすると、彼は、妻と協議して、身分不相応であるからと断った。1808年のスペイン遠征、オーストリア遠征に従軍し、各地を転戦する。1812年のロシア遠征が始まると、彼は、古ンコの得体の指揮官に任命され、ボロジノの戦いに参加し、対局船の後軍においてはその部隊の先頭に立った。 以後1814年のフランス戦役の最後まで転戦。4月4日、彼はこれ以上の交戦は不可能と考え、皇帝に退位を求めた。王政復古で、ルイ18世が即位すると、国王は彼をフランスの貴族に列した。しかし、ナポレオンがエルバ島から帰還して、100日天下が始まると、彼はナポレオンに対して変わらぬ忠誠を示したが、 高齢のため軍部にはつけなかった。ナポレオンが連合軍に敗北し、再び、ルイ18世がパリに戻ってくると、貴族の身分を廃されたが、元水はそのまま保持した。1819年3月5日、許され貴族の身分を回復。1820年にパリで死去。65歳。ありがとうございます。